こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラレンズはハッセルブラッド用のレンズ、カールザイスディスタゴンの 40mm になっております。はい、はい、この通りですね、フィルターもついておりまして、はい、この通り、ディスタゴン 40mm ですね。縁が4、ティスターコーティングのついた、モデルのレンズになっております。はい、ご覧の通りですね、このレンズの先端に、こう、FLE 機構というのがついてまして、フローティングレンズエレメントですかね。このですね、周差によるですね、画質の低下を防ぐですね、この機構がついておりまして、建物ということがですね、街の風景なんかをこう撮影するときにですね、これを使っていただくと非常に、効果的だということですね。はい。でもって、外観から見ていきますね。外観は、ご覧の通りですね、目につくような、すれ、当たり、へこみ、金属や塗装の劣化など見当たらないですね。文字消えも全くありませんし、この黒いゴムのですね、劣化もないですね。白くなったり、こうめくれたりしてませんね。はい。どこかに落として歪んだりとかですね、強くぶつけたような跡もないです。はい。マウント部分も綺麗ですね。レンズももちろん、前玉、後玉、ともに擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離や摩耗とかですね、などありませんね。はい。中玉ももちろん、小刃の落ちとかですね、曇りカビ、バルサム切れ、ホコリチリの混入もですね、肉眼でもほぼほぼ見えませんので、大変クリアな状態をキープしてます。はい。ご覧の通りですね。このシャッタースピードや絞りのですね、この動きにもムラ、泣きなどありませんし、はい、こう、プレビューもしっかりと効いてますね。はい。内部の機構的にですね、問題は全くないですし、光学も非常に綺麗な状態のディスタゴンですね。はい。問題はほぼほぼないと言っていいと思います。付属品が、リアキャップと、こちらのフィルターですね。これは UV フィルターになりますね。これは、こう挟んでありましてですね。はい。この挟み込み、落とし込み式になってますね。この中身が取り替えられます。こちらは、UV スカイのフィルターになるんですかね。はい。レンズ保護用のフィルターになってますね。はい、これをレンズの先端にねじ込み式でつけていただきます。はい、こんな感じになってます。はい。ではですね、プロンプターシャッターの CF タイプレンズになりますんで、ほぼほぼシャッターは壊れないんですけども、一応チェックしていきます。はい、ボディに取り付けてもらって、低速の1秒からちょっと見ていきますね。はい、これ1秒ですね。はい、しっかりと。はい、安全に切れてますね。次が2分の1秒です。はい、2分の1秒。はい、これもいいですね。続いて、4分の1秒。はい、ご覧の通りですね。しっかりと、可変して動いているのがわかりますね。はい。続いて、60分の1秒、中速シャッターです。これもいいですね。ちょっと見にくいかな。はい、開放にまで広げて、はい、しっかりと動いてますね。はい、最後に500分の1秒高速シャッターですね。はい、これもしっかり開いてるのが分かりますね。はい、でもってですね、このレンズとボディの連動ですね、問題ないですね。はい、重くなったりガリガリしたりせずにですね、きっちりと連動してます。でもってボディとの脱着にも問題ないです。
除菌、フィルターと前後キャップですね。はい、このフィルターだけでもなかなか探すのが大変だったりしまして、これがフィルターだけで3万円とかしちゃったりしますのでね、ぜひですねチェックしてみていただけましたらと思います。はい、ということでハッセルブラッド用の広角レンズディスタゴンの 40mm FE 機構付きのレンズになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。